あの最後の忠告が現実になる？李牧が歓喜の亡骸をどう処すのかを考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、李牧による歓喜の亡骸の葬り方について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本日ネタ、史実ネタを含むため、気になる方はご注意くださいね。激戦の末、ついに、趙国の天敵といえる歓喜を葬ることに成功した李牧。彼は義安戦の勝利とともに、六将、歓喜の遺体を手に入れたわけですが、彼は歓喜の亡骸を、どのように処すつもりなのでしょうか。もしかすると、彼は自身の甘さゆえに、歓喜から忠告された愚行を繰り返し、自らの首を絞めてしまうのかもしれません。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、敗軍の将の末路。ではまず、戦に敗れ、自身も撃たれた大将のその後の処遇についてですが、一般的に、敗戦の将の遺体が綺麗な状態で葬られることは少ないです。なぜなら、この時代の将兵にとって、敵将の首を跳ねてそれを掲げる行為は、自軍の勝利を示す証となったからです。先の平陽の戦いでも、紀信隊が幕伯侯の歓喜軍が胡蝶の首を跳ねた後、彼らの首級を槍の穂先に掲げて、敵味方に触れ回っていましたよね。当の歓喜が敵将の首取りをしていたとなると、彼自身の首級が趙軍にさらされたとしても、やむなしと言えそうです。というか、中華の歴史を紐解くと、首級をさらされるだけならまだマシな方で、生前に多くの者の恨みを買っていた人物は、死後に遺体を恥ずかしめられることも少なくありません。有名な例を挙げると、三国志に登場する悪臣、東徳は、悪政を敷いて民を苦しめる一方で、自分だけは贅沢な暮らしをして、非常に肥え太っていたそうですが、彼は死後、恨みを抱いていた者から遺体のおへそに、ろうそくを突き立てられ、そのろうそくの火は、東徳のお腹の脂肪を燃料にして、数日間燃え続けたと言われています。東徳ほどへんてこなことは、さすがにされないとは思いますが、歓喜が趙人から憎まれていることを考えると、彼の遺体も、綺麗な形で残らない可能性の方が高いでしょうね。2、李牧の判断。ちなみに、馬陽の戦いにて、李牧が王騎の首級を取ることに固執しなかったため、今回も歓喜の首級にはこだわらないのでは、という意見をコメントでいただきましたが、残念ながら、状況を鑑みても、そうはならない可能性の方が高いでしょう。馬陽戦で、李牧が死にゆく王騎を見逃したのは、無理に彼の首級を取ろうとすれば、主の亡骸を守ろうとする残党の反撃を受けて、自軍に多くの損害が出かねないからでしたよね。しかし今回の場合は、趙軍がすでに歓喜の亡骸を手に入れた後であり、かつ、残りわずかな敵軍は敗走し、遺体を奪回しに来る者がいない状態ですから、李牧はセオリー通りに歓喜の首を跳ね、それを晒す可能性が高いです。李牧自身は、歓喜の思想に一定の理解を示していましたし、彼に同情し、亡骸を丁重に葬ろうと言い出す可能性も、なきにしもあらずですが、個人的な感情はともかくとして、軍総司令としての彼の立場を考えると、彼が歓喜の首を晒さざるを得ない大きな理由が、二つ存在するのです。3、理由1、趙人の憎悪。まず、一つ目に挙げられる理由が、趙人が抱く、歓喜への憎悪ですね。ご存知の通り、歓喜は趙の民たちに、降伏した者や民衆でさえも容赦なくほふる、悪鬼の類として恐れられていました。その上、趙上層部が国民の戦意向上を促すために、胡蝶兵10万の犠牲を喧伝して、民の怒りをことさら煽ったため、今や歓喜は、趙人の憎悪を一身に向けられる存在と化しています。実際、厚予選で登場した遺族兵たちが、自分の命と引き換えにしてでも胡蝶兵の復讐を遂行しようとしたことからも、歓喜に対する彼らの恨みが、どれほど深いものなのかが伺えますよね。また、高齢の趙人にとっては、歓喜は過去に40万の趙兵を生き埋めにした、白鬼の再来とも言える存在ですから、彼らは白鬼と同じ惨劇を繰り広げた歓喜に、激しい怒りを覚えているでしょう。このように、趙人にとって、歓喜はもはや、不具大天の敵と言えるほど憎しみを集める存在となっていますので、もしも李牧が個人的な感情を優先して、歓喜の亡骸を綺麗なまま葬ろうとすれば、民間、軍問わず、歓喜を恨む者が激高し、
下手をすれば暴動にまで発展することは想像に難くありませんよね。4. 理由に超北部からの信用。そして2つ目に挙げられる理由が李牧と超北部軍の信用問題です。そもそも李牧は趙国を存続させる戦略として関東陥落の折には王族を趙北部へ逃亡させ、現地の軍の協力を得た上で趙北部から国を再興する構想を描いていましたよね。この戦略のためにも李牧は趙北部軍からの信用を失うわけにはいかないのですが、関羽が義援城で惨劇を起こし趙北部の将兵から憎まれる存在となったことで、李牧は彼の亡骸を簡単には葬れなくなってしまったのです。特に義援の将軍である袁漢からすれば、部下の亡骸を辱めた関羽の遺体を丁重に葬るなんて納得がいかなくて当然ですよね。また通常の戦の範疇だったとはいえ、成果軍も換気戦で複数の将を失っていますから、李牧が関羽の亡骸に敬意を払う姿を見ていい気分にはならないでしょう。以上の理由から李牧としては趙北部の支持を失わないためにも最低限関羽の首を晒すくらいのことはせざるを得ないと考えられます。おそらく本編では読者の心情に配慮してナレーションのみに留められるでしょうが、彼の骸が綺麗なまま葬られる可能性は極めて低いでしょうね。5. 忠告が実現する日。ここまで挙げたように李牧が自軍のために合理的に考えて動けば関羽の首が晒される可能性は極めて高いですが、李牧が変なところで女王を優先してしまった場合、力尽きた敵将には敬意を払うべきであると関羽の亡骸を丁重に葬るかもしれません。仮にも李牧は趙軍総司令ですから、もし彼が関羽の遺体を辱めないという決断を下せば兵は従わざるを得ません。しかしその場合、大半の趙人は関羽の首を辱めない李牧の選択を見て、李牧は自国の将兵の感情よりも敵国の将の尊厳を優先したと考えて、彼に大きな落胆と怒りを覚えるでしょうから、李牧に失望し彼の退場を願う者が国内に大きく増えてしまう危険が考えられます。もしもこの通りの展開になれば、李牧は自国の民よりも他国の将を優先する行動で味方からの信用を損なうわけですから、最終的に彼は関羽に指摘されたように外に目を向けすぎたことで己の立場を悪くし、史実に残っているような非業の末路をたどることになるのかもしれませんね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。